シニショアラは、ルーマニア、ムレシュ県の都市。トランシルバニア地方の歴史ある地域にあり、シギショアラ歴史地区は、ユネスコの世界遺産に登録されている。通り12世紀の間、トランシルバニアザクセン人の名で知られる、ドイツ人職人と商人たちが、ハンガリー国王によって辺境への定住と防御のため、招聘された。年代記作者クラウスは、1191年に、実際にシギショアラに定住したザクセン人として名前が載っている。1280年以降、ラテン語名のカストルムセクスとして知られ、1298年以降はザクセン人のつけたナスケスパーチレスプ、スコズブリッチとして知られた。1337年以降、シギショアラは王たちの定住地となり、彼らによってチビタス・デ・セグスバルとして、都市特権を授けられた。数世紀にわたって市は中央ヨーロッパの果ての重要な軍事要所、そして商業中心地の役割を演じた。シギショアラはトランシルバニアきっての重要な都市となっていき、神聖ローマ帝国中から工芸家たちがやってきた。ドイツ人工芸家と職人たちが都市経済を支配し、同様に要塞化した建物が都市を守っていた。16世紀から17世紀のシギショアラは15のギルドと20の手工芸工房を抱えていたと概算される。バロックの彫刻家エリアス・ニコライがこの都市で暮らしていた。ワラキア公ヴラド2世ドラクルはシギショアラへ亡命していたことがあり、彼はここで硬貨を鋳造させ、市のルーマニア語名シギショアラを初めて記載した文書を発行した。1631年、ラーコーツ一世ジェルジがこの地でトランシルバニア公及びハンガリー王に選出された。17世紀から18世紀にかけ、シギショアラは軍事侵攻、大火、ペスト大流行に次々と見舞われた。近郊の平原、アルベシュティはシェゲシュバールの戦いがあった場所である。1848年革命中のこの戦いでユーゼフ・ベムに率いられたハンガリー軍は、1849年7月31日にロシア帝国軍に打破された。戦いで戦死したロシアの将軍スカリアチンのため、1852年に記念碑が建てられた。ハンガリーの詩人ペテー・フィシャーンドルはこの戦いで戦死したと一般に信じられており、1897年には彼を称える記念碑が建てられた。第一次世界大戦後、シギショアラはハンガリー王国からルーマニア王国へ併合された。シギショアラ歴史地区は小さな中世の要塞化都市の様子を典型的に保存している。毎年7月、旧要塞内でシギショアラ中世フェスティバルが開催される。シギショアラ城内の家々は職人の町の主たる様子を見せている。しかし、かつて貴族階級のものだった家はベネツィア人の家、鹿の枝角の家同様、数軒しかない。市人口に占める民族割合は以下のようになっている。宗教割合は約 75% がルーマニア正教会、8.2% が改革派教会、5.9% がカトリック教会、3.7% がユニテリアン教会、1.07% がペンテコステ派、0.89% がルーテル教会、0.86% が東方典礼カトリック教会に属する。シギショアラは保存状態の良い市壁に囲まれた旧市街を持つ人気の観光地である。市のランドマークは1556年に建てられた高さ64メートルの時計塔である。ありがとうございます。